しばらくここで待っておれ。時が来れば呼ぶ。健介殿、健介殿。おはようございます。一晩ぶりですね。そんな私は何もしておりません。健介殿お一人で鬼を追い払ったのですから。ありがとうございます。ああ、そうですね。失礼しました。クオン様がお呼びでございます。お早く。そんな柄でもないくせに。そんなことはありませんよ。三月様は織田家一の家老の責任感もあって、健介殿にはきついように見えますけれど。本当はお優しく面倒見の良い方ですよ。他の家臣たちもみんな優しく良い子たちばかりです。私の言葉をお疑いになられるのですか？それはそうですね。健介殿、私のことは麦穂と呼び捨てにしてくださいませ。あなたはクオン様のおそばに仕える方なのですから。いえ、それはなりません。クオン様の夫ということになるのですから、私からすれば主筋にあたります。今まで通り健介殿とお呼びさせていただきます。
その好青年だなと思って、少し可愛く、いえいえ何でもありませんよ。何でしょう。そうですね、当初は反対でしたけど、今になればクオン様のおっしゃっていた言葉の意味がわかりますから。目を見ればケンスケ殿の人となりがわかると。ケンスケ殿と向き合い言葉を交わした時に直感的に悟ったのです。そういうこと言うの意地悪です。はい、期待しておりますよ、ケンスケ殿。ではこちらが表情の間となります。ケンスケ殿、準備はよろしいですか。では参りましょう。どうしたケンスケ、そんなところに突っ立っておらず、こちらに来い。皆の者、こやつが我の夫となる男、新田ケンスケだ。存分に引き回してやってくれ。